さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。2024年のスローガンに唐揚げ、裾揚げ、歌舞伎揚げを揚げた際です。上げすぎだ途中ででも裾も上げてるから、うん、裾上げもユニクロでやってもらえたんですはい、ということで今回こちらです。これなんて読むでしょう、見てほらヒューって書いてお年玉じゃないはい、今回さやさん企画、はい、でもとりあえずね、ゲンさんにはもう敵に座っていただくように椅子に縛り付けといたんですけど、何にもできないんですね今だガッチガチなんで。それではさやさんが今日タイトルコールしちゃうよ。うん、まあ結構最近任せることあるけどね。タイトルコールする件ここでじゃんけんで決める？いいけど俺何も言えないけどなんかやりますしか言えないけど今日僕は、はい、うん、こうやってこうやって今日やっていく企画はこちら、デダン、2024年初めだからお年玉を夫にあげようのコーナー。ふーマジ任せてよ。ありがとう。去年さ、この動画出ましたよね。ああ、ほら遠いね、そうそう、これね、しょうがない、持ってきてあげるよ。わかんない、さやが何の動画持ってきてるかわかんないね、こっちは。でもさ、何の動画持ってるんだろうって僕は今持ってるから、ね、思った。はい、あの去年こちらのね、はい、妻が書いたもの何でも買ってあげるよっていう動画を出したじゃないですか。え、もしかしてやってくれんの？さやさんだけだとちょっと、はいはいはい、さやさんが本当に好きなものいっぱい買ってもらっちゃったから、うんうんうん、まあ、家族で使うものの方が多いから2人でその、まあ、なんかそれは2人全然2人で享受してるんですけども、むしろその辺さやさんがあの選んだものに対してセンスのいい部分とかですよね、なんか褒めていただいても全然いいんですけど、何の話をしたいんだよ今日は。確かにな、まあ、家族のもの多かったしな。そうそう、うん、こう妻の書いたもの何でも好きなもの買ってあげるよなんて、なんかこんな優しいこと言っていただいたので、それゲンさんにもやってあげようかなと思って。ハッピーバースデー9ヶ月後だからハッピーニューイヤー、ほらこの気持ち悪い歌をみんな聞いて帰ってくる。じゃあもう We wish you a merry Christmas のリズムがまだ We wish you a merry Christmas、We wish you は明けまして、 We wish you は明けまして、 Happy New Year。 ほらクリスマス成分をなくしていく作戦ね。そうそう、ちなみにうちのリビングにはまだクリスマスツリーがあるし、うち の入り口の前にはまだクリスマスリースが飾ってあるから、クリスマスリースが飾ってある家が夏目さん家だ。うわそいつがルパンだ今回も1時間ですか？いや、そうですよ、あの前回ね、さやさんがやらせていただいた時も1時間でかけたものだけを買ってあげるって、うん、しかもそのゲンさんが例えばなんかもうロールスロイスが欲しいですかって書くんだけど、うん、でもただのブーブとかだと車しか分かんないわけじゃん、うん、ロールスロイスっていうのは分からない。なんでさ、なんでロールスロイスなの？最近映画に出てきたから。出てきたわ確かにいやだからもうこのジャンルのこれのこの種類が欲しいとかまでになったら、もうちゃんと明確に絵に描いてさやさんに伝わるように描いてくれないと、うん、それは買えない。でもさ、例えばさ、ゲン、うん、さん結構描けちゃうと思うんだけどさ、鈴木ハスラーとかをさすごい緻密に描いちゃったらさ、うん、鈴木のハスラー買ってくれるの？トンチ聞かせて買ってくるから。トンチ聞かせて買ってくるの、ミニカーとかなってだけどまあルールとしてはそんな感じでさ、はい、なるほどね、一緒ね、はい、じゃあ。そうそうそう、1時間の間にさやに伝わる絵を描いてください、はい、なるほど。でさやが分かったものだけ買ってきます。なるほどね、はい、ちなみに、うん、予算は？予算社長の財布から出すので大丈夫です。俺買ってくるよ、もう今から好きなもん欲しいものをしょうがないな、ゲンさんのポケットマネーと直通のさやさんのポケットマネーで買ってくるからさ。そうなんだけどね、今日はちょっとさやさんが、はい、あのゲンさんの欲しいものっていうジャンルを聞いてさやさんがこう選ぶみたいな、うん、まあ確かにそうそう、それは楽しいかもしれない、うん、嬉しい、なんかこれやられると嬉しいね。というわけでゲンさん準備はよろしいですか？いやもうよろしくねえだろ言われたばっかりなんだからはい、はいはい、それでは、トゥルトゥ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 、準備の時間ぐらいやらせるそれではやっていきたいと思います。というわけでこちらに60分の時計を用意したんですけど、はい、これを押したらさやさん自分で回収しちゃうんで、残り何分かっていうのはゲンさんは分からない状態で書いていただきます。エンタメとして逐一教えてほしいんだけど。それではゲンさんお年玉企画よーいスタート。よし、今59分57秒だよ。逐一すぎるだろえ待って待って、でも待って、いざ始まるとねマジでね、うわーって思い浮かばなくなった急にえ全然思い浮かばない、どうしよう。えしかもささやさんと違って僕さ、うん、あんまりこういう感じで絵描かないじゃん。いやね、でもゲンさんはね、ゲン
さんが自分で描く夏目さんちはなんか普通に源さんのそういうデフォルメキャラっぽいイメージなんだよな。あ、でもいいですよ、夏目さんちにしなくていいよ。前回さやさんがなんかいつも描いてるゲームチャンネルのサムネね、うん、この感じでなんとなくさやが描いちゃったってだけだから。確かにね。そうそうそう。いや俺やめるわそんなの、うん、あ待って、じゃあ僕は物描くことだけに特化してさ。え、ダメダメダメ、ちゃんとイラストみたいにして。ゲイさんが急になんてだから棚だけ描き始めたらさえぇってなるじゃん。やばい、さやさんの偉大者白 RPG なんだけど全然描けない、全然思い浮かばないし、全然描けない無理だよ、ね、下書きしてた朝よ。さやさんね、夏目さん家描く時の下書きって、うん、丸1個と適当に引いた十字が1個あれば夏目さんちは描けてしまうんですね。やっぱりな、さやさんの偉大さを知る RPG じゃねえか。ゲンさん無理だよ無理だよ、そうそう無理だよ、描けないよ。ダメよ、シンジ君エヴァーに乗るの。乗らねえよ、エヴァー買ってくる。今買ってこれるなら買ってきてほしいよ。そう、でもエヴァーは多分ね、買おうと思ったらね、めっちゃ高いやつ売ってると思う、うん、なんか確かにやばいの売ってる、十何分の1スキルとかでしょ。そう、ゲンさん描いてその横にエヴァー描いたらもう大変なことになるよ。いや、そうだよ。ねえ、ちょっとでもこれ思ったんだけどさ、はい、さやさんがさ、うん、全然分かってなかった場合さ、うん、いたずらに高いもん買われる可能性あるってこと。あ、それもあるし、もう本当に分かんなかったら手作りするしかない。手作りおい、お前ここ何チャンネルだと思ってんだ。お絵かきチャンネルならぬ図工チャンネルだぞ色塗らなくていい。え、塗る。え、ねえみんな見て、さやさんはこの動画でこれを描いたんだけど、ゲンさんは色を塗らなくていいとか言ってるよ。さ、みんななんかさやので見慣れてると思うけどさ、あの速さで絵って描けないもんだからね普通に。ゲンさんも描けないの。うん、俺は描けない。自信ないの。ちなみにさ、マジで欲しいもの思い浮かばなすぎてめっちゃ高いんだけど大丈夫脳内のさ、うん、高いものリストからさ、うん、上から順番で描いていくのだけはやめてほしい、うん、言ってたよシャンクスも。なんてこの企画を出したくて命かけそいつは脅しの道具じゃないって言ってた最近ゲンさんシャンクス出しがちなんだよな。好きなんだよマジで。ゲンさんの心の中のシャンクスめちゃめちゃうるせえんだよな。マジさあっちいんよ最近のワンピース異常に。あー、そういうね、うん、ちなみに今何分ですか今、うん、今53分2秒ほんと、うん、まだあるよたっぷり。下書きだよ今。小学校の授業プラス休み時間分ぐらいあるから。確かに、ね、そう思うと長くない。長いわ。でしょ。でもさ、小学校の時って美術の時間に1枚絵描かなくても怒られなかったよね。確かに、次の週に持ち越しだった、ね、またぎだったよね。でもお前はプロだからいけるよね。怖っえ、本当に高いけど大丈夫。黙るなよえ、でもさ、さやさんの時ってさ、最大金額さ、はい、多分扇風機だったんだよな、ね、扇風機か、そっか、うん、でもあんまり喋ると言葉で伝えちゃうことになっちゃうからな。いや、そうだよ、ダメだよ。物について喋っちゃいけないんだよ。うん、さやさんだって考えたいよ、考察したい。確かに考察してほしい。そう、ゲンさんと考察中なんだから私、うん、ゲンさん、ここで靴下を脱いでどうやら水が垂れている、つまりめちゃ暑がりなんじゃないか知ってるやんそれいや、そう、夏目さんちにノベルアドベンチャーゲームにハマっちゃって、選択肢を選ぶことによってその先の結末とかがこう結構分岐したりとかする系のね、はいはい、そういうやつね、やつにハマってしまってね、なんかもうびっくりすると思う、3本もクリアしためっちゃやっとる夏目さんちゃんと休んどるねいつかゲンさんでそれ作りたいよね。ゲンさんのノベルゲー、実写ゲンさんのノベルゲー作ろう。怖っ。皆さんのさ、あの心残りがあるわけよ。はいはい。だから一番いらない動画じゃん。今年はそれをゲンさんと地球グミのノベルゲームを出すってのはどう。キモすぎる主人公が地球グミ、はいはい、攻略キャラクターがゲンさん、うん、いらねえんでもさ、これ言うとネタバレになっちゃうかもしんないけどさ、うん、一つだけ言っちゃうとさ、正しく買ってくれるんだったらワンパンでさえ超えて思うよ。嘘でしょ。前回のさえワンパンで超えてるけど大丈夫。別にそれでもいいけど、買った時にさ、うん、確かに俺たちも欲しい、私たちも欲しいってなるものじゃないとさ、え、その必要あるの見てる皆さんへの配慮必要だった。え、だってマジそこまで考えて1個だけだった。まあ確かにその1個だけはさすがにちょっとやばいなと思うよ俺も。これ1個でさ、みんながさ、え、これ何ってなってるのさそれはそれでいいじゃん、動画としてなんかメインチャンネルじゃなくなる気もするけど確かに。しかもさやさんには存在する夏目さんちパレットって俺にはないじゃん確かにさやさんはね、あのすぐに夏目さんちの色が抽出できるように夏目さんち専用パレットみたいのが ねあるんですけど、ゲンさんにはないそれが。でもゲンさんってそうやってさ、固有の色に縛られるの嫌いじゃん。まあそうだね、確かにゲンさんの肌の色が青かろうがさ、次のコマではゲンさんの肌色がさ緑色になろうが知ったこっちゃないもんね。いや、
そうだよ、だから一個一個一回一回色選んでる今。うわ、おっせえ、おっせえ、終わるわけない。残り40分です。残り40分。そうだよ、あ、今40分、もういいか、終わりで。じゃあこれで最後なんか全部色塗ってなかったもん。どうかな、塗ってたっけ、うん、やっと1枚目終わった。おめでとう。あぶねー、残り40分切ってますね。俺はもうね、うん、決めてるんだ。これはわかるし、うん、マジでこれは正しくやってほしい。マジ？この願望を書く。そういうのもっとちょうだい、そういうの。願望。お前の中のさ、どすぐらい欲望をここにさ、突きつけてやれ。いいんだ。白いキャンバスを汚してやれよ。めっ。まあ言うだけはただ。じゃああれよ。本当にすごいよ。何？待って。これ物じゃなきゃいけないの？あ、てかもう買えるものだったらいいのかな。お金でどうにかなるものだったらいい？あ、そう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 。なんか嫌な言い方したすごい、うん。お金で解決できるものならいい。すげえ嫌な言い方。そういうことだよね。つまり、なんかこれイワークみたいな。イワーク。イワークはちょっと頑張るけど。イワーク頑張っていただきたいな。よし、2枚目終わり。あ、おめでとう。3枚目。はい。やばい、そろそろまだ3枚爆弾投下するかもしれない。でもまあ欲しいものだったらしょうがない。別に欲しいものだったらね。そうか、うん、いいのか。桁変わるけど平気。桁？桁？伝わらないといけないんだよな。でもこれ伝わらなきゃいけないけど、うん、伝わればいい。そうだよ、伝わらなきゃダメなんだよ結局。だって、え、これ何ってなっちゃったら、もういいや、これ考えるのめんどくさってなっちゃう。めんどくさってなるの。考えてくれ。あと何分だい？残り10分です。やばいね。最後にちょっと音楽がスタート。最後ぐらいちょっと可愛いやつ。けんちゃん走れ、けんちゃん走れ。何の曲なんだ。残り10分のテーマ。残り10分のテーマ。そう、でも俺今気持ちとしては完全にあれなんだけど、完全に素材使い回せるように言うんだけどさ、うん、ベンベンなんだけど今。ちゃんと素材使い回せるようにしてくれてる。はい、編集スタッフおよびさやさんの差し絵作業への配慮。はい、あのこの曲には絶対このね、うん、ダンスがついてしまうんです。ベンゲンさん同様のテーマ。ゲンさん同様のテーマ。この楽しいお祭りもあと10秒でおしまいです。皆さんはどんな感想を持ちましたか？今年も夏目さんちと楽しい1年を。締めるな、締めるな。マジで終わったー。はい、終わりです。終わりー。お疲れ様でした。いや、1時間終わりました。どうでした、気持ちは？いや、さやすごすぎだろって思ったわ。さやさん何枚だったっけ？さやは最終9枚だった。すごくない？すごいよ。やっぱ夏目さんち書くのにまずね、うん、あのサラサラ書けないっていうのもあるし、はい、あと自分の中の倫理観がいろいろ邪魔して。なんでお前が欲しいものって倫理観が関わってくるの？いや、じゃあ倫理観っていうかなんか違うんだよな。良識的になんかこうどうなんだみたいな。前回のさやみたいなあの可愛げはどこにみたいな。え、でも前回言ったじゃん、僕さやにさ、うんうん、え、そんなに思いつかないって言ったじゃん、うんうん、僕だったらすぐ1000万くらいいっちゃうけどみたいな、うんうん、話したじゃん、うん、まあいいや。何、怖すぎる。いや、わかんないわかんない。怖すぎる。まい、はい、あの、いやでもね、結構いいもん書けたと思うよ。あ、ほんと、うん、あ、最終何枚でした？最終的には、記録は、うん、まあ、許されるなら5枚です、ね、おー、うん、最後のが伝わればね。でもなんか前回もさ、うん、なんかあのさやが普段日常の中でこれ欲しいって言ってたからみたいなのはヒントにしちゃっていいってことだもんね。そうだね、そうだね。つまり会、おっとり会はカウントに入ってる。かしこまりました。これでなんか全然わかんない、どうしよう、ゲンさんのことなんか何も知らなかったんやっていうのが露見しちゃったら、まあ、それは露見したら気まずくなる。よし、はい、じゃあいきましょう。まず1つ目、はい、あー、わかるかなこれ。いや、わかるよ、わかるけど、いや、注目してほしい。あのこいつ違う、こいつ、こいつはマジで本当にさやにそそのかされてよくわかんないけど描いちゃったやつだから、うん、あ、かわいい。でも絵がかわいい、さすがやっぱ色味がいいですね。いや、でもわかるよ。でもこれの名前わかんないけど、うん、あ、わかる、マジ、うん、これがなんだかはわかるんだけど、うんうんうん、これでもね、ゲンさんがなんかね、誰かの動画見てた気がするんだよな。あー、そう、誰かの動画見て、見てます、そう、これ欲しいなって、うん、好きなおじさんいるんだけど、あの YouTube に何人か好きなおじさん結構いらない、このおじさんの気配を感じます。でもさや、うん、この金額知らないと思うんだ。うん、知らない。私、え、もうこれだけでささや全額超えてる。ワンパンですね、これ。あ、そんな高い。いや、ワンパンか分かんない。いや、足りないかも、さすがに。僕も把握してない。じゃあ2枚目いきましょう。はい、1枚目これね。はい、2枚目こちら。あ、かわいい。
お、これはどうですか？え、わかりますか？これはわかるわかる、意味わかるかな。この絵めっちゃ可愛い。これ送っといて、サーフィーに。うん、サーフィーこれあれで待ち受けにするから。待ち受けにはしないでほしいわ、こんな。可愛い。あ、わかりました。お、わかりました、うん、じゃあ次で。すごいちゃんと今のところ伝わってるかもしれない。すごい湯煙すごい。あと話入ってこなくなっちゃうと思うけど、まあ一応見せとこう。うん、話入ってこなくなっちゃうの。まあまあまあこれだよ今。待って、まあ、書くのはただですか。書くのも言うのもただ、言うのもただ、だけど言った場所が悪いかもしれない。確かに、うん、ちょっと怖いから次のやつ、ね、まあ分かんないから、ね、分かった、なんとなく分かった。でもなんかこれもゲンさんが言ってたような気がするし。ほんと怖いな、やめよ、次の見よ、はい。え、なんか寝てる俺寝てる急に薄くなる、急に薄くなる。残り5分で書いたからこれ。いやでも光沢すごいよ、これ。そう、光沢だけ分かれば。あ、でもね、分かったね。分かる、うん、お、最後あの俺の欲望が最後に、はい、あ、本当だ、欲望出てる。今日のお昼にするか。あ、そうだった。あ、分かった分かった。この横線めっちゃヒントでしょ、これ。おーそうかな。いや、分かったよ、まあ、ヒントかもね、うん、一番僕気にしてるのはここかもしれない。これあの伝わってなかったら地獄が生まれるから。いや、似たようなものがいっぱいあるってこと。死ぬほどある。じゃあ楽しみだね。いや、マジで怖い。待って、これ本当に欲しい、欲しい、てか全部欲しい。怖いところには命かける。この企画は遊びじゃねえんだ。やばい、文字書けばよかった。メーカー名書いてないじゃん僕これ。やばいよ。というわけでいろいろあったと思うんで、この中で、はい、あのさやさんが全部伝わったものを買ってくれるということなの。はい、はい、なんかおかしいな、なんかいいよゲンさん買ってあげるよとか言ってた、うん、最初の気持ちはどこ行っちゃったんだろう。ゲンさん、はい、なんであなたはそこにいるんですか？何したんですか？めっちゃなんか反省してるような感じなんだけどさ、目つぶらされてるからなんかよりなんか嫌なんだけど、これ自分の受けてる。心に問いたいことはありますか？なんかあったっけ？先生の言いたいことわかりますよね。プレゼントが届きました。お、やったー、ありがとうございます。はい、あ、そっか、俺じゃん、ここで最初撮り始めたの。え、そうだよ、俺が始めた物語だった、これ。うん、監修に習ってみました。確かに、さやの時もここでやったもんね。さや、うん、が今どこにいるのかあんま分かってないんだけど、この辺、うん、だからずっと目つぶってて、はい、ゲンさんに目つぶったままここに座っててって言ったから怖いんだよね、それで待たされるの、こっち。なるほど、プレゼント。はい、ちょっと僕でも一個気づいちゃったんだけどさ、うん、1個は確実に伝わってるのが分かったんだけど、お、この部屋にもう悪魔の匂いが充満してるんだよね。じゃあまあ出しますか。でも早速行きましょう、はい、あ、お願いします。ですし、この匂いの原因っていうのがね、はい、何なのか知りたいと思うティロリね。まだ目開けちゃいけないティロリ。ダメティロリよ。ダメか。ティロリ、ティロリ。うわ、はい、どうぞ、こちら。さやさんがもう一本食べたけど。え、これも目開けていい？いいよ。はい。ティロリ、ティロリ。お、ポテト。ドナルドのポテトでしょ、そりゃ。ギュン。これ書いてありましたね。書きましたよ、これ。ね。え、やった、普通に嬉しいわ、今日の昼飯。うん。書いといてよかった、僕あの、苦し紛れに。あ、2つね。さやの分とね。さやピピの分。はい。あ、ほんとだ、さやの分。うん。あ、さやの分が M サイズってこと？じゃあ。おいしいわ。国境なきポテトどうする？国境なきポテト俺のだよ。ほんと？まあ M サイズだから譲ってあげるよ、国境なきポテト。これあれ何の時に言ったんだっけ、みんな知ってるこの話。マックの紙袋の底に落ちてるポテトを国境なきポテトって呼んでるんだけどさ。あの、これ1個が国境だから。そう、そう、え、うん、少なくないでもこれ俺のじゃね、あの国境。ちょっと食べたから、さやが。お前が食ったんだこれ。やった、ありがとう。はい、まあ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 、ま、前回はミスタードーナツでしたけど、うん、うまい、まあ、食いながら待つスタイルね、今回。うわ、何それ、王族スタイルじゃん、うん、でもちょっと手汚れるからさ、うん、プレゼントに汚れちゃうから、ほら、寝るわ。はい、あ、もう一回で手拭いて。あ、そういうこと、ごめんなさい、ごめん、気が利いて、ごめん、うん、え、じゃあゲイさんがポテトに満足したらこのカメラ投げ捨てるから早く行って。どういうこと、投げ捨てんの。え、やばい、こいつ食い続ける。食い続けてる。次のプレゼントに行かせて。満足度高い、これ。これ初手でなったの見せたな、ちょっといつ食ってもうまいよな。みんなも急に召し上がされたけど、ね、うん、イモジダディティロリ臭がするかもしれない、うん、一回ここに、うん、うん、やっぱもう一本ぐらい。なんでだよ。めちゃめちゃお腹空いてんの今。いや、まあとりあえずちょっとジャブからいくわ。まずほらポテトでしょ、うん、ポテトってほら1個200円ぐらいじゃん、うん、じゃあ次です、こちら。はい、で、おー、
重っ、デカ袋、なんか重い袋が来た、はい、ありがとうございます。というわけで例によってアマゾンの簡易袋です。はい、え、何入ってるの、結構重いんだけど。だもう開いてるんだ、しかも開いてる。さやぴのヘアオイルと一緒に来ちゃったから出しといた一緒に頼むね。ほら見て、さやの髪がちょっとツヤっとしてるでしょ、はい、いきます。バーン、なんだ、何これ、こんなの書いたっけ、何、じゃ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 ん、布の塊、黒巻きよ黄色はいないよな、なかなか。え、何これ、あ、布団カバー、イエーイ、布団カバーです。布団カバー、いや、こちらのイラスト、はい、じゃん、あ、ベッドか、いや、そうそう、ここに寝てるさやさんがいるじゃない、そう、これでも映ってるのはお布団にかかったさやさんだなと思ったんだけど、うん、お布団が映ってるってことはお布団カバーも映ってるなってことに気づいたさやさんは、自分の好きな色のお布団カバーを買ってみました。つまりさやが欲しいもんじゃん、これ。いや、ゲンさんが欲しいものだから、いや、やだな、そんな。いや、でもいいね、でもいいわ。でもなんか最近布団カバー買い替えたいねみたいな、あ、そう、そういう話もしてたから、うん、確かに確かに、ね、だからいいっすね。絵に描いてあったのはちょっと緑っぽかったんだけど、うん、確かに明るい色がいいなと思って黄色にしました。ね、ありがとうございます、はい、あ、でもこれはいい、いいですね、あ、よかった、あ、2人分あるのね、そうそう、あ、いいいいいい、ありがとうありがとう、おそろい黄色というわけで、まあ、ティロリからの、まあまあまあ、いいですね、黄色続きです ね、これはでも許されますか、これはまあ、でもいいの書いてあったんで、うん、これ嬉しい、やった、気分が変わるから許された、いいですね、はい、ありがとうございます。じゃあ、リンさん、こっからが本番ですよ、はい、何来たんだろう、1個マジで不安なやつあるんだ僕、うん、マジで企画の熱に浮かされてさなんか書いちゃったんだよ、はい、うん、じゃあ次、行きます、はい、重たい、お、重いやつ、うん、重たい、重いのはいいね、よいしょ、じゃあ、リンさん、そのまま手を前にやってて、痛い痛い痛い、なんか月見そう、目つぶって、なんかやめろマジで、はい、でかっ、なんこれやば、え、めっちゃでかい、あ、いや待って、でもこれ待って、僕は分かったかもしれない、お、じゃあ目開けていいですか、いいですよ、せーの、じゃん、うわー、加湿器、空気清浄機ね、はい、こちら空気清浄機です、おー、ちょっとまだ箱から出してないんですけど、はい、これもね、ちょっとね、はい、よく2人で言って話してたことなんだけど、そうね、そう、寝室の加湿器が壊れちゃって、うん、そう別の部屋から今持ってきて使ってて、だから加湿器が1個ない状況なんで、そうなんですよ、多分それの話をしていたんじゃないかなというので、 ありがとうございます、これはもうお互い欲しかったものということで、あ、そう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 、でもゲンさんすごくない、結構さ、あんだけなんか私利私欲にまみれたもん買ってやるぜみたいなさそれ意外と家のものだから、そうだね、ふと思いつくのは家のものだった、なんだこいつ、ポイントを稼ぎに来たのか、ごめんね、本当妻理解でもあり家族思いで家族思いで、やだごめん、本当いやでもこれはめっちゃ必要なものだった、マジでずっと欲しかった、いや、そうで、私結構ね、夜寝る間加湿器回しとかないと、うん、喉ガビガビになるタイプだからね、そう、ちょっとね、他の部屋からね、いちいち持ってきてとかってね、あと戻してとかやってるとね、うん、すごいだるかったんで、いや、これはいいですね、ね、ありがとうございます、いい買い物です、いや、むしろゲイさん、ありがとうございます、まあ、さやの欲しいものが2個揃ったわけなんだけど、確かに、本当だよねなんかおかしいよな、なんかさやが描いても同じ絵描いたんじゃないかって確かに、布団カバーとね、多分この加湿器はね、同じ絵描いてるね、ね、まだ届いてます？まだ届いてますよ。あともう一個です。あ、もう一個。届いたものはあと一個で、はいはい、あとはちょっとサプライズな感じで、はい。嬉しい。はい。なんだこの楽しい動画。はい、楽しいじゃん。待つだけって楽しいの。でしょ？たった1時間書いただけなのにね。ごめんね、なんか。いい思いしちゃってね。1時間なんか落書きしてただけなのに。ね、はい、お前もやろうって感じだけどね。うん、はい、じゃあもう画面つぶってください。はい。じゃあちょっとね、届いたものっていうと多分これがね、源さん一番気になってるものなんじゃないかな。はい、あ、予想だと多分1枚目に書いたやつなんで、うん、そうだね、で1枚目に書いたやつも僕でも書いた後に気づいたんだけど、うん、マジで欲しいから書いちゃったんだけど、なんでわからないさやにそれを指定しちゃったんだろうって気はしてる、はい、じゃあ、はい、いきますよ、重いのはちょっと期待できる、はい、どうぞ、うわ、あ、待って、あ、重たかった、あ、待って、お、どうですか、あ、横幅、今横幅で今ちょっと期待してる、うんうん、いや、いいですか、いいよ、ドン、いかが？どうですか？え、すごい、やったー、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます、よかった、これよ、エイテムミニエクストリームアイソ、めっちゃ高いんだけど、高かった、だけどこれね、うん、今うちが使ってるやつがあるんだけど、はい、それが最近イオンがすごくて、あ、そう、なんか変な音してるよね、
とか言ったりとか、マイクに乗ってくるぐらい変な音してきてて、何をするかというと HDMI っていうね、まあ映像のやつあるじゃない、まあ、カメラとかにつけるやつとかゲームとかにつけるやつを、はい、うちに今あるやつ4つまでしか入んないの。うんうん、今これ8個まで入るの。すごい。でさらにすごいのが、ここを入れてる HDMI 信号を全部同時にリアルタイムでそのままハードディスクとか SSD に保存できるのよ。録画できるの。で録画できるから、カメラでも撮っといて、こっちでも撮っておいて、パソコンでも撮っておけば三重でバックアップができる。だから撮影素材が消えるということがまた一つなくなるに近づく。素晴らしい。それは素晴らしいよ。最高の仕事道具なんですよ。でこれが欲しかったの、ずっと。はい。これもマジでずっと欲しくて2年ぐらい迷ってました。これが発売されたのが多分2年前ぐらいで、うんうんうん、その頃から欲しかったんだけど、うん、いやでもな高いしなと思って、でも今のまだ使えてるしなと思って珍しく我慢してた。えらい。でも最近壊れてきたから、ここぞとばかりに買い替えようかなっていう気持ちが出てきたところ、うん、でもその気持ちを込めた。ゲイさんがね、はい、大好きなあのガジェット紹介おじさんのチャンネルたちを視聴履歴をちょっと遡りつつ見た記憶あると思って、これを動画で一緒に、そうで、そのガジェット系のおじさんたちの動画をちょっと見てたら、はい、なるほどね、それっぽいのがあったから、はいはい、頼んでみた。おすごい。わーよかった。でもあ、もうギュインとグワさんのおかげってこと。いやすごい、ありがとうございます。イエーイ。めちゃくちゃ嬉しい。もう大満足です。もうなんか、あ、本当？てか僕の満足度は結構ポテトで 95% ぐらいまで来てた。うそー。え、じゃあさ、絶対さ、ポテト 95% でさ、こいつ多分 4.999% ぐらいでさ、後編 1% ぐらいじゃない？でも、ってなるとそうなんだけど、でもこいつが 100% ぐらいあるから、すで、うん、に。僕は 100% なんかで収まらない喜びも感じてる。あー、素晴らしい。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。はい。え、まだあるんですか？まだありますよ。だってあなた結構描いてたじゃないですか。はい、結構描いたけど。では、ゲンさん。あなたはこちらの絵、冷蔵庫描きましたね。お、あれは冷蔵庫ですよね。すごい、正解です、はい、あれ冷蔵庫です。ありがとうございます、はい、冷蔵庫お買って、マジ木手はいないので選んできました。嘘、カタログ来たんだけど、うん、なんかあのこちらとかいかがかなと思って、あのこちらの大容量タイプで、はい、はい、あのちょっと高いんですけど、こちら、はい、こちら大容量タイプで結構最新版なので、確かこれ2月上旬から発売とかって書いてあったんですけど、はい、でこっちがあの冷凍がいっぱい入るタイプ、これ半分冷蔵の半分冷凍。あー、めっちゃいい、めっちゃいい、はい、でちょっとデザインも結構おしゃれかなと思って、ね、電気煽る。そう、我が家のね冷蔵庫がね、あのゲンさんの家族が使っていたやつをちょっと譲り受けたやつなん で、ね、だから僕たちが結婚する時だから、うん、でもそれこそ本当に8年前ぐらい、いやもっと前だと思う、もっと前か、でもっと前から、うん、そもそも2年ぐらい使ってたやつを譲ってもらって、うん、だから実際も10年選手ぐらいか。あ、そうそうそう、まあ、まあ、冷蔵庫だったらいけるっちゃいけるんだけど、ちょっとねでも調子の悪いところが出てきたんで、またなんかね、はい、ちょっとね検討してたので、ふと思い最後の方で思いついたのが、やっぱあれでもあれじゃん、お前なんだ家庭のものだな。はあ、家族思い演出しやがって。そんなつもりはないんですけど、いやでもまあこれはね、うん、しりしよ、いやまあそれはでも言うて仕事道具だから、夏目さんちのための道具だからね。僕結構あの趣味と実益を兼ねてるタイプだから、うん、あの機材系買うのは本当に好きだけど、うんうん、これはまあ本当夏目さんちの撮影とかに使えるものなので、はい、でそう考えるとさ、ポテトだけでお前が私欲に走ったのは、俺の欲はポテトなの。本当の欲望ってポテトなの。うん、やっぱ食欲がマックスなんじゃない、ゲンさんも。そっか、うん、そういうことか。なるほどね、じゃあちょっとこれを、はい、それあの割と特別いいやつを選んだので、うん、だよね、今これ動画映え狙ったでしょ。あ、そうそう、ちょっと映え狙っちゃった、ごめんね。これちょっとだから、あの現実的にうちに必要なものをまたじゃあ2人で考えればいい。そう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 、これ企画の趣旨に合ってるかちょっと分かんないけど、うん、ありがとうございます。はい、冷蔵庫を、はい、冷蔵庫はいつかサヤンチにあげましょう。そうですね、はい、冷蔵庫が来たら、はい、で次ご覧ください。何、お手紙が届いております。あなたのプレゼントに関するお手紙がいつ届いております。俺このままスマブラ参戦したいですよ。ゲン参戦、招待状だった、ね、招待状かも。え、何これ、夏目ゲンさんへってなってる。え、もしかして、もしかする、こちらプレゼントに関するお手紙をね、ちょっとある方から受け取ったので、はい、ちょっとぜひお手紙見てみてください。何が入ってました、謎のお手紙が。提供 N2M 千葉県一泊二日の旅。やったチケットじゃん。そうだよ、パック N2M で行く、千葉県一泊二日の旅。飛行機使わねえだろ千葉県は。
嬉しい。はい、というわけで。そうなのよ。あ、よかったよかった。さすがに伝わった、うん、伝わった。あれは多分温泉旅行かなと思って、はい、いや、そうなの、うん、いや、ありがとう。じゃあそういうことね、うん、じゃあこれはもうさやプレゼンツの旅を、はい、千葉旅です、ね、はい、千葉旅をさせる、はい、まあ、パラちゃんが ねいるんで、また千葉のどっかに。そう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 、結構ね条件が縛られちゃうんだけど、うん、ね、もし行けるところを探していこうと思います。おかみから来たの。おかみからの手紙。おかみから手紙、うん、ありがとうございます。お前わざわざ封筒に入れて、ね、わざ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 、ね、全然違う、わざわざじゃない、全然。おかみからの手紙だからありがとうございます、はい、いや、これは楽しみ。また旅行行ったらね、はい、どっかタイミング見てサイアンチとかであげられたらと思います、うん、はい、ありがとうございます。え、何これ、楽しいじゃん、ただただでしょ。でも ねちょっとね、サイアンさんやっぱあの心がちっちゃすぎて、はい、高額商品を買えないんだわ、はい、だからもうサイアンさんもう開き直っちゃった。ちょっと編集する人、こっから先の全問座かけてほしいんだけど、うん、こちらあのガチで夏目さん家の近所 あの物件情報ですお家書いたでしょ。書いたけどガチじゃねえか、ごめんなさい、これ映したくないこれ、やめなさいやめなさい。あ、なるほど、はい、だから買うも買わぬも、はい、あなたが決めてください。さやさん物件情報見た時にさ、やっぱさ落ちて高いなって思ってさ、あ、やっぱこれさやさん自分でこの責任は負えないなと思ったから、買ってきたらびっくりしたよ逆に。いや、まあ家じゃないんですよ、ここの家は自宅兼作業場なんですけど、ね、うんうん、まあ、メンバーみんなのプラス僕たちが完全に仕事用で使うオフィスみたいのがなくて、そうだね、で最近ちょっとその必要性がどんどん出てきてて、うん、つまりまあもしかして買おうかなと。もしかしたら、もしかしたら近々オフィスができるというかもしれません。できるというかオフィスになる。CM 夏目さん家、うんうん、ハウス。わー、ワクワクするね。ほぼ期待という。わー。